やっちゃったんですか。メーカーとかあるんですか。いや、もうこれもう左右独立の製品じゃないです、はい、あ、ワンオフでロング用で長いんですね、ロング用だから。長いです。ロング用があるんですか。はい、ロング用がなかなかないです。あー、これは迫力ありますね。鉄ですか。いや、これステンス。ステンス。ああ。お好みの音に仕上がった感じですか。いや、でも後ろがループで、あ、ループなんですか。サイレンサー入ってるやつなんで、あ、若干音なし。だから後ろも多分ストレートでしたら。いや、ストレートがすごいんじゃないですか。やっぱ。ストレートしたのも多分倍増ぐらい変わるんじゃないですかね。すごいですね、サイレンサーってだ、全然変わりますよね。後ろ鉄とかにしたら出ないですか。音は変わるんじゃないですか、うん、やっぱり下がるんです、ね、ステンの方が甲高く、そうそうそう、ちょ もっと低くなってって感じかもしれないですね。そっちの方がいいですか。だいぶ変わりますよ、音。中もこれ貼ったんですもんね。今年イベント行くんですか。いや行かないですか。イベントなんて行けるあれじゃないですよ。マジですか。遠くに止めて観戦するしかないです。見学ですか。見学するしかないですよ。このレア車見てもらってもいいんじゃないですか。いやなんか困った事態とかないですか。その品番の違う系の、あるっすね。あ、でも同じつくんですかね。やっぱ左右逆だからつかないパターンもあるんですか。でもそうですね、左右逆のやつはつく。エンジンルームのヒューズボックスとかも真逆で、ちゃんと真逆の位置になっちゃってて、物、まあ、は同じです。逆、違うんですか。多分違うと思う。それは厳しい。共通だから使えるような使えるんです、まあ、いざって時はちょっと困っちゃうかな。今のと順調で。そうですね、うん、普段あんま乗ってないんでしょ。いや、もう通勤バンバン通勤で乗ってる。通勤で乗ってる。目立ちますね、これは。ヒッチメンバーなんか使ってるんですか、実際に。使ってないです。いいかもしれない。S 用のヒッチメンバーある。あ、そうですよ、一応アメリカの。ほとんどの車種あるっすよ、見た感じ。あ、マジっすか。多分 X+CT でも GS でも出してる。でも大体知らない人はなんか、ね、業者さんにワンオフで作ってもらっちゃったりするんですけど。そうそう、高いですよ。多分ケツは追突されても多分めちゃくちゃ強いですよ。あ、めっちゃ強いのをフレームとともしめでつけるんで。ここで止まりますよ、まあ、まずそこで多分相手のバンパーがあのくの字になって、そういう意味があるんですね。安全防御的な意味合いがあるんです。注意って書いておかないと。もう年式的に言ってもオリジナルは少ないですかね。アメリカ人まだまだ乗ってるじゃないですか。向こうで全然まだまだ乗ってるじゃないですか。自分のフロアもより気持ち狭いぐらいですね。